忙しくなっちゃうから適任を紹介するね。君たちを指導するのは彼だよ。彼の名前は。シュ、黙れ。俺の質問に答えろ。仲間が死んでどう思った？別に死んだと思った。敵に復讐したいか？復讐とか暗くて嫌いだね。わしも。お前たちは人と悪魔どっちの味方だ？俺を面倒見てくれる方。勝ってる方。お前たち100点だ。あ？お前たちみたいのは滅多にいない。素晴らしい。大好きだ。来い。秋間、お前は帰れ。今すぐこいつらは始動だ。じゃああとはよろしく。秋間さん、俺は毒一家でデビューハンターをやってる。先生と呼ばれると気持ちよくなれるから先生と呼んでくれ。好きなのは酒と女と悪魔を殺すことだ。筋肉と骨の仕組みは俺たちと同じだ。首の骨を俺は動けなくなる。人間様と違うのは血の匂いだ。血を飲めば復活するとこだな。畜生、何しやがるてめえ。マキマにお前たちを鍛えてくれと頼まれた。お前の心臓がなぜか知らんが銃の悪魔に狙われている。なのにお前が簡単にやられる雑魚だから困ってんだろうな。なんでさっきわしらを締めた？俺は人間を鍛えたことはあるが、お前たちみたいな悪魔は一度もない。酔った俺はどうしようかと考えた。そしてアルコールにやられた脳でついにひらめいた。俺は最強のデビルハンターだ。最強の俺を倒せる悪魔は最強なわけだから、お前たちが俺を倒せるようになるまで俺はお前たちを借り続ける。こいつ頭が終わっておる。もう。じゃあ再開だ。酔ったジジイでも殺しちまったら逮捕だぜ。エンジン。男の方は不死身、魔人の方は半分不死身。とっさに人の頭をぶん殴れる脳みそを持っていて、二人に人権はない。俺はガキの頃から力が強くておもちゃをすぐ壊しちまう。だから壊れないおもちゃが欲しかったんだ。俺がお前たちを最高に生かした奴らにしてやるよ。寝るから帰る。明日家に迎えに行くからな。以上じゃ。ウヌが死んだ時大体わしも気絶してるから正確には分からん。あのジジイ強すぎじゃん。こんな生活続いたらマジで楽しくねえぞ。楽しくなるために頑張ってきたのに楽しくなくて頑張るのはクソだ。一緒に逃げるか？逃げたら公安から逃げたことになって今度こそ本当に俺たちは悪魔扱いじゃね。あのアルチエやるわ。俺たちももち扱いしやがってよ。どんどんマジでムカついてきたぜ。わかった。何が？あいつを倒す方法じゃん。あいつは超強いだ。じゃあ酒で頭がダメになっておる。わしらは頭を使って戦えばいいんじゃ。なるほどな。俺も最近めちゃくちゃ憧れてたぜ。漫画とかの頭いいキャラ見て戦えたらいいなってよ。頭脳であいつをぶっ殺すか。なんか俺すげえ頭良くなってきた気がするぜ。ウヌもか。わしらもたくさん100を思い出すあいつらの家は確か
この血の匂いは来たな、アルチュージジ。俺たちの日常を壊すやつは死だ。超インテリ作戦開始じゃ。一番良かったぞ。追い詰められた獲物は頭を使うもんだ。もっと頭を使え。今回の敗因は2つ。パワーは今の戦い方だと血を使いすぎて本体が貧血になることと、デンジが俺の攻撃を予測できなかったところだ。今回は良かったからもう終わりだ。俺は飲みに行く。パワーか。もう終わりだって。ラッキーじゃん。狩人の言葉を信用するな。